ナ・ハクラモン・バランゲイ4世とアラゴン女王、ペトロニラの長男。カタルーニャ5名では、アルフォンス2世、カスティーリャ5名は、アルフォンソ2世。誕生時には、父と同じく、ラモン・バランゲイと名付けられていた。1162年、5歳の時に、父が死去すると、バルセロナ伯を継承するとともに、母からアラゴン王位も継承した。その際、母方の大叔父であるアルフォンソ一世にあやかってアルフォンソと改名された。1166年、いとこであるプロバンス伯レモン・ベランジェ二世が死去すると、男子相続人としてのアルフォンソ二世の権利が主張され、レモン・ベランジェ二世の幼い一人娘ドゥス二世に、代わって、アルフォンソ2世が、プロバンス伯となった。プロバンス伯領は、その後、アルフォンソ2世の長弟レモン・ベランジェ3世、自邸3種を経て、次男アルフォンス2世が継承した。内政では、王権強化と組織整備に取り組み、貴族の王への軍事奉仕、領地の把握などが進められた。また、下級騎士の登用と王国の租税調査で収入の安定を図り、貴族抑制で国内の平和に努めた。イスラム教徒でありながら、ムアッヒド朝と対立していた親、キリスト教勢力のバレンシア王権ムルシア王イブン、マルダニーシュとはたびたび対立、1168年にナバラ王サンチョ6世と密約を交わし、マルダニーシュの領土分割を画策して侵攻したが、後に、妻の甥にあたるカスティーリャ王アルフォンソ8世の仲介でマルダニーシュと和睦した。カスティーリャとの関係強化を図り1170年にアルフォンソ8世と同盟を結び、1177年にレオン王フェルナンド2世と共にクエンカ包囲中のアルフォンソ8世と協力してムアッヒド朝傘下の都市ロルカを襲撃。1179年にはアルフォンソ8世との間で、カソーラ条約を結び、未征服地であったバレンシア地方を、アラゴンのムルシア地方を、カスティーリャの勢力範囲と、それぞれ定めた。後に、カスティーリャが、勢力拡大していくにつれ警戒、1191年に、ポルトガル王サンシュ1世、レオン王アルフォンソ9世ナバラ王サンチョ6世と、反カスティーリャ同盟を結ぶが、ローマ教皇ケレスティヌス3世の仲介で、翌1192年にカスティーリャと和睦した。1196年に死去、長男ペドロ2世が後を継いだ。カスティーリャ王アルフォンソ7世の娘サンチャとの間に、次の子を設けた。ありがとうございます。